ッサップ YouTube。 こんにちは、もじゃです。今日は何をするかというと、お土産をもらいました。ジュドン、政治船長からもらいました台湾のお土産です。早速ね、開けていってみたいと思います。すごい立派なね、箱の中に入ってるけど、立派な箱に入ってますね。で、これを開けていきます。おお、まず出てきたのが、なんやこれ、なんかわからんけど、お菓子みたいなやつ、なんでしょうね。開けてみようね、後でね。こいつとビーフジャーキーみたいなやつ、シーラかな、これシーラ、シーラの珍味みたいなやつ、入っとんな。黒糖戦争巻きっていうやつですね。なんやろうな、せんべいみたいな。あ、黒糖で線の層がある焼きやから、パイみたいになったよな、生地的に。多分そうだと思います。そしてなんやろな、ふりかけ、なんやろ、ふりかけみたいな入ってますので、開けてみたいと思います。はい、ね、まずじゃあね、何から開けようかな。これチップスから開けよう。チップスから開けてみましょう。鬼頭刀みたいな、鬼頭刀、鬼頭刀みたいな感じです。鬼頭刀が多分シーラのことですね。鬼頭刀なんて読むんやろうな。うわ、スナック菓子や。見てもらって、なんかあれみたい、ポテロング。甘っ、ちょっとね、辛いけどね、うん、スナック菓子ですね、1個で。うまい、うまい。台湾ってね、近いんですよね、実はね。台湾多分400キロか300キロしか離れてないので、石垣からね、めっちゃ近いんですよね。で、次、ジャーキーみたいなやつね。うわ、すごいね、やっぱ匂いはきついな。そう、全部くっついとん。すごいな。いただきます。うん、うん、癖があるな。何やな、こっちでいうなんかピパーツみたいな癖があるな。でもなんか大体予想通りの味ですね。ジャーキーみたいなやつ、珍味ですね。で、次はこれ、台湾の中でもなんだ、小琉球、古琉球っていうところに行ってみたらしいんですけど、その船長が漁をする場所に、結局その台湾の船が近くついてきたりして、なんか友好関係を築くために、なんか形上だけでなんか飲み会するみたいな集まりがちょいちょいやってるんですよね。おお、なんだこれ、これこのまま食えんかな。おお、あれみたい、桜でんぶ。これ多分ご飯にかけて食うやろうな。桜でんぶの味がします。めっちゃ桜でんぶ、桜でんぶだっけ、あの寿司に入っとるやつ、ピンクのあれの味。これめっちゃうまいわ。うん、これめっちゃうまい。で、最後これ黒糖戦争巻きみたいなやつ、ね、読み方間違っとると思う。読めんけんしゃあないもんな。なんかね、こういうね、知らない国のね、知らない国っつっても隣なんやけど、知らない国のお土産をね、開けていくっていうのはね、本当にね、なんかハラハラドキドキっつって、何入ったんやろかみたいな。で、開けて速攻食って、あ、これそのまんま食うやつやねえわみたいなのもドキドキあるしね。そういうの楽しんでいけたらいいなって思います。黒糖戦争巻き、またやる。開けてみます。ケーキバー、ケーキバーって書いてあるですね。見えるかな。あ、ほんとそうだ、ほらパイみたいな。
うん、これも予想できた味やな、本当に。なんか黒糖のパイをもっと固くしたかりんとうみたいにしてある。これめっちゃうまい。めっちゃうまいよ、これ。はい、というわけでね、今日はあの誠司船長からもらったこの沖縄じゃねえや、台湾の古琉球、小琉球、古琉球のお土産の開封動画ですね。すごいいっぱい、ね、4種類入っとって、あともう1個ある、出ました。なんだこれ、化学麺。やべえな、超面白いです。化学麺って書いてある。これは多分ラーメンなので、また今度食べたいと思います。ね、まあ、台湾ね近いんですけど、ぜひね、俺もねこの間ハワイのためにパスポートを取ったので、機会があればね台湾行ってみたいと思います。今日は、誠司船長にもらったお土産の開封動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。にゃー、もじゃんの動画を見てください。チャンネル登録してちょうだい。もじゃんのお店に来てきょうだい。リクエストには答えるスタイル。